はい、おはようございます。今日はですね、10年前の自分に教えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ5っていうのをね、ちょっと喋ってみます。これはね、僕の友達のアキラと昨日ね、電話で喋ってて、ちょっとこんなことやってみようよって言ってね、それぞれのね、この失敗した理由トップ5っていうのをね、あげようかって言って、まあ、なんつうのかな、彼も僕もね、今の生活に至るまでに、まあ、かなりの失敗をしてるんですね。で、今ね、今の自分だったら、その10年前の自分に、こういうふうにした方がいいんだよっていうのを教えてあげられるっていうのをね、10年前の自分に教えたいということをね、あげてきます。まあ、実際にはね、彼も僕も、まあ、フィリピンに住み出したのっていうのが、13、4年前なんですね。僕がフィリピンに移住してきたのっていうのが2006年なんで、彼もね、そのぐらいだと思います。じゃあまずね、一つずつ挙げていきますけれども、まず、10年前の自分に教えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ5の第5位なんですけど、安い中古車を買うなってことなんですよ。僕が最初にまあ住んだのはマラテのね、中心部ってところだったんだけど、そこに3年住んだ後、マニラからちょっと南の方のね、カビテってところに引っ越します。で、まあ、移動の足がないとね、辛いっていうんで、車を買いました。その時に買ったのが、スズキのね、ワンボックス K のワンボックスのまあバンなんですね。一応ワゴンってことになるのかな。まあ、日本だと4人乗りなんですけれども、まあ、フィリピンだとね、5人乗りで、後ろにね、横向きのベンチつければね、22で9人乗りにもね、登録できるっていう、まあこうね、ずいぶんやっこい法律なんですけれども、まあ、新車買うのはね、確かに高かったっていうのがあって、中古買いました。その時ね、一緒にいた、後にかみさんとなる彼女のね、知り合いっていうところに行って、まあ、日本からね、その 車の輸入っていうのが自由にできないんで、中古車のですね、日本でね、いろいろにこうチョップチョップですよね、ぶった切って、でフィリピンに持ってきて、また溶接できれいにくっつけて、まあ、組み立てた車なんですけれども、見た目はそんなこと分かんないぐらいね、綺麗な車なんですよね。で、僕がね、車見つけてもらう時の条件っていうのが、エアコンがついてオートマチックなこと。マニラの渋滞の中走り回るわけなんで、クラッチなんか踏んでられないっていうんでね、エアコン付きにオートマチックっていう条件で探してもらって、確かね、1週間ぐらいで見つかりました。で、まあ、納車というか、まあ、取りに行って使い始めてから、1週間目でね、まずエアコンが壊れました。で、エアコン修理したらどうか、エアコン屋ってところに持ってってね、やっぱりいろいろね、いろいろな場所不具合があったんですね。確かね、3万ペソぐらいかかると言われて、かなり根本的に修理しなきゃいけないということで、もうね、3万ペソ、20万ペソ、車自体20万ペソだったんですね。俺に買ってからわずか1週間ぐらいでね、3万ペソの修理代かけるっていうのも、なんでね、そのままほっときました。まあ、風だけは出るんでね、そういう状態で乗ってたんですけれども、まあ、かなり暑かったですね。で、そのうちにね、車の中に扇風機なんかつけたりしてね、乗ってましたけれども、あとはね、なんかね、冷却水がうまく循環しないで、オーバーヒートなんかが結構ありましたね。まあね、修理その都度したりして、まあ結局、1年半ぐらい使う間に修理代がなんだかんだ5万ペソぐらいかかったのかな。でね、フィリピンの中古車ってとにかく高いんですよ。普通にね、こっちで売ってる新車買って、10年経ったような車でも平気でね、新車の半額ぐらいで売ってるのザラにありますから、フィリピンに住んで長くね、まあ、移住って形で長く住むんだったら、これ絶対ね、新車です。中古車はとにかく高いです。もうね、動く限り値段がつきますから、この国は。もう絶対にね、新車を買うことをお勧めします。10年前の自分に教えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ4の第4位ですけれども、
半端な郊外に住むなってことなんですね。これは僕自身に言っていることで、まあ、そのちょっとね郊外に住んでる方、快適に住んでる方いると思いますけれども、まあ、昔の僕に教えたいってことなんですね。最初にまあ移住してきたのが、まあ、マラテってところのね本当のど真ん中のコンドミニアムに住み始めて3年ほどいて、カビテに引っ越すわけです。で、まあ、その時付き合ってた女の子のねこれちょっと広いアパートだったんでそこに住んで、さらに1年後ぐらいにねうちを買ったんですね。カビテの森野ってとこなんですけれども、まあ落ち着いた住宅地で近くにねシューマート SM なんかもあったりして、まあ、快適に暮らせるところだったんですけれども、たまたまその時の僕の仕事がまずダイビングの仕事をしてたっていうんで、お客さんが来ると空港まで行かなきゃいけない、あるいは、お客さんを拾ってからね、バタンガスの方まで車で行かなきゃいけない、ダイビングの仕事から他の仕事に変わった時なんですけれどもね、こっちのフィリピンの商社に勤めてた時、オフィスがねマカティにあったんですね。でカビテからマカティに行かなきゃいけない、で仕事絡みで来てる人がねマラテに泊まってる、とにかくね移動が多かったんで、そのね中古で買ったスズキのバンで、例えばその住んでた森野ってところからマカティに行くまでね、それほど渋滞のしていない日中でも1時間かかるわけですね。で通勤時間、特に帰りの時間だともうね本当にしびれてしまうぐらいの時間がかかるんです。2時間ぐらいかかったこともあったかな。だからそのなんていうのかな、住んでる時の生活の状況ですよね。都市部で仕事をするんだったら都市部に住んでた方がこれはいいです。ただ住んでね、ゆったりとなんていうのかな時間を過ごすんだったらもちろん郊外の方がいいですけれども、で半端な郊外なんてねこの悪い言い方をしたっていうのは、そのマニラからちょっと離れたあたりの人っていうのはほとんど周囲の人がマニラ首都圏で働いてるわけですね。マニラですとかマカティですとかっていうことはみんなの目がねその中心部を見てるんですよ。それほどねその地元に根を下ろしてるって感じじゃないんですね。みんなの目がマニラを向いてる。何かあったらすぐマニラに行く、何かを買い物したいねって、じゃあマニラに行こう、どこどこのレストランに行きたいねってマニラに行こう。なんかねその地元にずっと住んでいてここは住みやすいって言いながら目が全部ねマニラを向いてるっていうようなのをよく感じました。まあ違う方もねたくさんいて快適に住んでる方もいたと思うんですけれども、僕はそういうふうに感じましたね。まあ、仕事の状況によってねその時の生活パターンによってやっぱり住むところっていうのは、きっちりとね選ばないといけない、あるいは賃貸だったらね気軽に引っ越すことができるんで、そういう生活パターンに合わせることが、できると思いますけれども、次ですね、10年前の自分に教えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ5の第3位、これがね、一般庶民ともうちょっと付き合えよってことなんです。で特にね最初の3年、僕が日本からこのフィリピンに移住してきて住んでたっていうのが、まあ、コンドミニアムですね、マラテの中心部のコンドミニアムの高層階に住んでたわけですけれども、これ日本で東京で行ってしまえば、新宿歌舞伎町のど真ん中に住んでたような形なんですね。もうねとにかく、周りの人、一般的なフィリピン人が住むような場所ではないんですね。そこのコンドミニアムに住んでた人の8割方がねこれ外人でしたね。まあ、フィリピン人もいましたけれど、その他住んでる、まあ、白人もたくさん、中国人韓国人もかなり多かった、そして日本人ですよね。そういうところでした。で住んでたコンドミニアム自体の状況もまず降りていくと1階にね食料品、まあ、雑貨店と並んでね1階にね同じコンドミニアムにね KTV があるんですね。要はフィリピンパブですよね。でその今度一本ね道を渡るとそこからもうねもう KTV が並んでるわけです。あとレストランも並んでる、そういう状況のところなんですね。まあね遊びたいって方はいいと思いますよ。徒歩でどこにでも行けるっていうことでね。ただね
これね、そういうところに住んで飲み行ったりしててもね、すぐ飽きます。僕もね、その時この動画一緒にやろうさ、アキラとも同じコンドミニアムにいたこともあるわけなんですけれども、まあね、大体日本人がね、なんていうのかな、何人か集まるとね、何しようか、やることないわけですよね、で集まってしまう時っていうのは。もうしょうがないからその KTV に行って、なんか毎日義務みたいに行ってましたね、2軒3軒行って。ただそんなことをね、何週間か続けてるとね、これもすぐ飽きます。で、そういう店に行って女の子を横につけてもね、女の子無視してね、男同士で喋ってたりしてね、全くバカみたいな時間でしたね。バカみたいな時間とお金を使ってた。結局そういうね、コンドミニアム、まあ高級コンドミニアムですよね。入り口にセキュリティが24時間いて、上にプールやジムやらがあってってところに住んでると、まあ、結局ね、観光で来てね、ホテルに泊まってるのと同じわけですよ。結局高いところから一般の人たちをこう見下ろしてるって状況ですよね。一般の人の暮らしなんか全く分かんなかったです。ね、ただそこで起きて、ちょっとね、プールで泳いでジム行って、やんなきゃいけないね、仕事パパパッと片付けて、あ、夜は暇だなっつってみんなで集まって、毎晩ビリヤードやったりとかね、あとはそういう KTV 行ったりして、なんかね、無駄な時間とお金を使ってね、過ごしてましたね。なんていうのかな、結局そういうところに住んでると、そういうところに住んでる人間で集まる、まあね、日本人の友達もたくさんいたし、そういう連中と集まる。で、例えばコンドミニアムのプール、ジムに行ってても、そういうところに住んでる人間たちですから、まあね、よく話すようになった韓国人とか白人の人たちもいましたけれども、結局みんなね、一般の生活なんか知らないんですよね。別にね、知らなくったっていいんですね。そこに住んでずっと楽しく暮らしてればいいんだけれども、今僕はこういうパラワンに来てね、ローカルの暮らしをしてると、あの頃からね、そういう普通のフィリピン人と触れ合ってれば、もっと理解できただろうなっていうのがあります。で、次ですね、10年前の自分に教えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ5の第2なんですけれども、言葉勉強しろってことなんですね。特にね、タガログ語。マニラとかね、そういう都市部に住んでた時には、これね、英語だけで十分でした。どこ行ってもね、英語がきっちりと通じる。そこら辺の人、例えば同じコンドミニアムに住んでる人、英語みんな通じるわけですよ。フィリピン人でも英語通じるっていうのは、まあ、かなりの所得のある人だからそういうところに住めるわけで、ちゃんとした教育を受けてるわけですよね。要はこっちの高等教育、大学まで行ってる人がほとんど、まあ、フィリピン人はもう全員だったかな。ところがね、こういうパラワンという離島に来てね、ローカルの人たち、この外の人たちなんかそうなんだけれども、まずね、英語できる人がね、少ない。こっちが何か言っても、まあ、分かってくれるんですよ。答えがね、タガログ語で返ってくる。あるいは、近所の人たちがわっと集まって4人、5人の中で、たまにおいでおいでって言われると、僕もね、その輪に入るんだけれども、その僕が入ったことによって、発言する人がね、限定されちゃう。英語でなんて喋るんだろうなって、多分、彼ら、彼女らは考えてるんですよね。考えてる間に、他のトピックに移っちゃう。だから、なんていうのかな。本当にね、タガログ語を喋れれば、彼らもね、もっとどん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 発言してね、僕に言いたいこともあると思うんだけれども、僕も彼らにもっともっといろんなことを喋りたいんですね。マニラに住んでいた時、あるいはカビテに住んでいた時っていうのは、その都市部での仕事をしていました。特にね、こっちのフィリピンの商社で勤めていた時、あるいはその前にね、ボラカイ島のホテルで働いてたこともあります。で、その時はね、まあ、観光客、お客さんが来る、あるいはスタッフとのやり取りっていうのは、ほとんどね、英語で事足りたんですね。まあ、もちろんね、お客さん、外国人がほとんどだったんで、ただね、そのタガログ語をね、きっちりと習わなかった理由の一つとしてね、フィリピンに言語がいっぱいあるってこともあったんですよね。ボラカイに行っちゃうとタガログ語じゃないんですね。このビサヤ語になってしまう。
で、あるいはね、その当時僕が付き合ってた女の子も、ミンダナオから来てるですとか、セブから来てる。これね、タガログじゃないんですよね。タガログはわかるんです。彼女がわかる。で、喋ることもできる。ただ、彼女らの地元に行ってね、こう会話してる言葉っていうのはもう全部ビサヤ語なんですよ。で、一様にね、タガログじゃなくてビサヤ語を覚えなさいって言われる。まあね、そういうこともあってね、なかなかね、タガログをきっちり勉強するってところまでいかなかったんですけれども、まあ、これ、まだ今もね、こうやって言い訳してますけどね、言葉がいっぱいあるからなんて言って、まあ、共通語であるね、タガログ語、フィリピン中の一応共通語ですね、フィリピノ語なんて今言われてますけれども、それをね、もうちょっとお前勉強しろってね、十数年前の自分に言いたいですね。それからね、10年前の自分に伝えたいフィリピン移住が失敗する理由、トップ5のナンバーワンなんですけれども、ちゃんとやること見つけろよってことなんですね。まあ、当時は、そうだな、まあ、仕事をしてたっていうこともあって、まあ、遊んでばっかりいましたよね。夜中になると、まあ、大体8時、夜8時、9時ぐらいから動き出して、ビリヤードの休憩室持ってね、そういうスポーツバーに行って、まあ、女の子にいる店も行けましたよね。マラテ近辺なんで、LA カフェなんて有名な店もありますけど、あんなとこに行ってもね、ビリヤードやったり、女の子もいっぱいいるからね、もちろん遊びますね、そういう子たちともね。それから他のね、まあ、スポーツバーもたくさんあるんですね。そういうところに行って、玉をついたり、無駄話したり、あるいはね、KTV お店なんかに行って遊んだりしてましたけれども、これって言って、その仕事以外にね、こう集中してのめり込むことがなかったっていうことなんですね。なんかね、見つけなきゃいけない。見つけるというかね、日本からね、これをやりたいってことを持ってこれればよかったな。なんか集中することですよね。無意に時間を使ってしまったっていうのが今考えるとすごくもったいない。今何やってるのかっていうとね、まあ、いろいろやってますね。まあ、このうちの周りのことをいろいろやったりとか、去年まではね、僕は本を読むのが好きだったんで、ただ本を読む、映画を見るっていうのをこう受け取るだけじゃないですか。で、書いてあること、映画で言ってることを見て、あ、面白かったで終わりなんですね。で、小説を書いてました。自分でいろんな小説書きました。そのうちのいくつかはね、あ、ちょっと宣伝しちゃおう。角川のやってるね、格読むってサイトにも出してますけれども、まあ、自分の年齢がね、去年還暦迎えたんで、まあね、欲望スーパーマンとかね、還暦スーパーマンかっていうタイトルでね、格読むなんかにもね、出してますんで、もしよろしかったらね、読んでください。まあ、そんな小説を書いたり、他にもね、たくさん小説を書いたりしてました。で、小説を書くと、その書いたことの裏を取るためにね、いろいろと調べなきゃいけない。動き回ったりとかね、まあ、いろいろあってね、かなりね、楽しかったです。で、まあ、今年に入ってからはね、こう仲間に触発されて、YouTube もやってますね。これね、YouTube って言うとなんかね、結構軽く見られがちだと思うんだけど、かなりこれね、クリエイティブな作業なんですね。まずね、言うことまとめなきゃいけない。見てもらえる動画を作らなきゃいけない。まあ、いろいろ考えます。一本の動画を作るのに、多分ね、まあ最低でもね、5、6時間考えて、撮影して、編集して、アップしてって言ったら、そのぐらいの時間を絶やさないとね、できないんですね。で、かなり楽しい。こういうことをアップすると、いろいろ見ていただいてる方からね、こう、レスポンスがあるわけですよね。で、その、ね、レスポンスでまた考えさせられたりして、別にね、有名人でも何でもないんですけれども、なんかね、見られてるような気がする。これを、今やってること、これをね、動画に出せるのかな？なんかね、自分をね、律することにも使えちゃうようなね、使えるって言ったらおかしいかな。今はね、YouTube にこう、ハマってるって言ったらあれだけど、まあ、ものすごくね、楽しんでね、これをやってます。頭使わなきゃいけないんで、年取るとね、僕、去年60になって、ね、なんか、ぼーっと過ごしてるとね、これ、ボケちゃいますよね。今ね、YouTube にこうね、ハマってやってます。
まあ、他のね仕事は、まあ、日本絡みのことなんですけれども、今こういう状況でねなかなか日本に行ったりもできないんで、今はね YouTube でねこうやって皆さんと話っていうかね、僕のコメントをこうやって動画にして楽しんでますけれども、まあね、いろいろあげましたけれども、第5位から言うと、最初はね安い中古車買うなってことですよね。とにかくフィリピンの中古車が高いんで、あの移住って考えて来る方でしたら絶対にね新車買ってください。間違いないですから、で次に挙げたね第4位が半端な郊外に住むなってことですね。その自分のその時の状況、例えば仕事をしている方ですとか、そういう状況に合わせたところに住みましょうってことなんです。はい。で、まあ、田舎に住むんだったらね、こういう僕が今いるようなパラワなんか来ちゃうとね、これ目マニラ向かないですから、マニラにもセブンにも向かない、ここで根を下ろして住もうって形になります。まあ、都市部で仕事をしている人はねその近くに住むのがこれ一番だと思いますけれども、あるいはね何週間も何ヶ月も経ってもね、こう夜遊びから離れられないっていう人だったら、いいんじゃないですかね。あの歌舞伎町の真ん中に住んでても、体力とお金の続く限り、それはもう個人の自由だと思いますけど。で次にね、第3位に挙げたのが、一般庶民のね、フィリピン人と付き合いってことなんですけれども、でそういう高級コンドに住んでいて、まあ、高いところからこう見下ろしてた。フィリピンのこと何にも分かってなかったです。まあ、本当にね、フィリピンの庶民と付き合いだして、あ、フィリピンってこうなんだなって、フィリピン人の気持ちってこうなんだなって、その付き合ってる女の子の家族からだけじゃなくって、周りの人からいろいろ教わることができたというのは、僕ね、パラワンにね、移住してからです。まだ3年ちょっとしか経ってません。まあ、一般庶民と付き合うってことでね、フィリピンのことを、より、分かったような気がしてます、僕は。次2位に挙げたのが、言葉、ともかくね、タガログ語を勉強しろって、十数年前の僕に言いたいですね。そうすればね、こう地元の人と溶け込めるのももっと早かったし、もっとね、楽しい毎日になってると思う。で、今もね、こういう状況だからタガログ語を勉強しなきゃいけないんだけど、やっぱりね、逃げちゃう。うちなんかずっとね、タガログ語混じりの英語、タグリッシュってやつなんですよ。楽なんでね、そっちに逃げちゃって、ちゃんとしたタガログ語、未だに勉強してないんですけれども、十数年前のね、自分に言いたい。その頃からちょっとずつ勉強しろってね。そしたら今ね、タガログ語ペラペラに喋ってたかもしれない。はい。あとはね、そのトップ5の中の第1位なんですけれども、とにかくやること見つけろってことですね。十数年前の自分に言いたいです、はい、やんなきゃいけないこと以外はね、余った時間は、まあ、外に出てね、毎晩本当にね、家に帰るのね、夜中の2時3時あるいは明け方4時5時までね、街の中フラフラしててね、玉ついたりとか女の子と遊んだり、そうやってね毎日時間潰してました。なんでかやることないんですよね。まあ、こっちに来てからかな、本当にやることを見つけて、やりたいっていうことを見つけて、まあ、自分の趣味の延長ですよね。まあ、僕はね、運動も好きなんで、まあ、この周りをね、実はね、パウの散歩だけじゃなくてね、走ったりもしてますけれども、そんなことをやったり、まあ、それは体をね、鍛えるっていうか、健康を保つ面ですね。あとは中で、他の動画でも出してますけれども、うちのと一緒にエクササイズをしたり、あとはね、自分で集中することって、去年まではね、ずっと小説書いてました。今年に入ってからね、YouTube に集中してます。ということで、自分のやりたいことを見つけてね、今ね、本当に快適な、幸せな生活を送っています。皆さんもね、いろいろとね、移住考えてる方なんか、考える、ね、いろんなことを考えることあると思いますけど、まずね、一番大事なのってね、僕が思うにはこっちに来てね、やること、自分はここで何をやりたいのかで、それをやるための言葉を次に覚えてくるってことがね、すごくね重要だと思います。まあ、こんな形で話しました。10年前の自分に伝えたいフィリピン移住に失敗する理由トップ5なんですけれども、いろいろ失敗しました。これコラボやってるアキラもそうだけれども、奴にしても僕にしてもね、いろんな失敗して、まあ、どん底まで落ちて、
またこうやってよじ登ってきてっていうのを繰り返して、今快適に暮らしてます。アキラもね、ケソンシティで快適に暮らしてます。まあね、本当に昔の自分に教えたい、言い出せばキリがないほどいっぱいあるんですけれども、まあ、こうやってちょっとトップ5を上げてみました。はい、まあ、こんな感じです。それではまた。